取るわ、高度が21%なんや。すまん。だから今日早めに終わる。ほんまごめん。いや、普通にごめんなさいなんですけど。そう、ごめんね。なんでだろう、本当に。まあ、断線してる以外に考えられないんですけど。ごしようね。んな時もあります？だから多分20%ですって表示が出るから途中でプツってなるかもしれないんですけど、充電マークね、多分ついてなかったんだよね。確認してなかった、それを。ごめん。そんな充電すらできない私の宿題チェキが発売してます。是非お迎えして充電できてますようにって、チェキにお祈りしてください。みやびちゃん、 iPad 充電できてますように。充電できないのかわちい。初めて褒められた、そんな褒め方。ある こじつけじゃないですか。まあ、褒められといてその言い方ないやろって感じなんですけど、まあ嬉しいっすよ、可愛いって言われるのは。ハートありがとう。アイスとかもごちー。なかなかですね。まあ私がこのつなげ方すんならさ、ファンの人もさ、嫌かもしんないけどさ、今から言うこと。でもファンとさ、タレントとかアイドルって似るって言うじゃないですか。そういうこと？みんなのこじつけ。あ、19%になった。出なかったです、表示。よかったね。こじつけの仕方がすごいんやって。行けるとこまで やるんですけど、無理そうだったら終わるんご。ね、昨日の前髪の仕上がりが良すぎてさ、全然今日決まんないの。だから悔しくて今串を握りしめてるもん。そう、なんか隙間できちゃってさ、ここあんま好きくないわ。あと明るくなったよね、髪色ちょっとね。どんどん明るくなってく。カラーシャンプーじゃなくてさ、メリット使うとさ明るくなってくんだよ。メリットが悪いとかじゃなくてさ、やっぱカラーシャンプーってすごいんだなって。手に刺さってない？串って。あ、足つぼみたいな感じで大丈夫です。足つぼなっとるで。鉄ぼ。カラーシャンプー枕に色つかない？全然ついてないよ。多分ね。だってそれ落ちきってないんやないか。私さ、男性って結構トリートメントしない人多いと思うんですけど、偏見ね、これは。だからじゃない？私さ、トリートメントもするからさ、コンディショナーですか？
二度洗いしてるからさ、言うて、そういうことで言うと、だからつかないんだと思う。洗い足りないで多分それ。あ、するで。ごめんね。今は何色の汗かくの？え、ところがどっこい、あのこの髪色にしてから、あの、え、ところがどっこいとか古いのかな。ね、古かったかな。まあいいや、まあ、ところがどっこいですね。この髪色にしてから、最初はね黒茶みたいな汗かいてたの、汗かいてた、うん、その色の汗だったんだけど、今はねレインボーですよ、レインボー。夢のように虹色っていうのは嘘で、あの普通にね透明の汗をかきます。まあでもアイドルだから汗かかない、わかんない。ところがどっこいなんて使う人初めてですって。よかったです、あの初めてをね、私でねってね、初めての経験をねいただけて幸いです。体験をありがとうございますね。なるほど、つかまんか。ところがどっこいですねとか言っちゃうよ普通に私。初めて聞けて嬉しい。そんな、あれそんなだったのかな。使わないか。初めてよかったです、死ぬって死ぬって言い方は若いね。私さ、なんか最近の若者ってさ、笑う時に死ぬって言うじゃないですか。本当に死んじゃうんかって思ってさ、言えないんだよね死ぬって。なんか若者ぶってさ、一回使った、数回使ったことはあの実際あるけど、でもなんかしっくりこなくてさ、なんかえ私死ぬのかなとか思って、あ、ごめんなさい、おじさんです。心はギャルだよね、心の話してるから大丈夫だよ。世代なので普通に聞いたそう、あのね、そう、あんまさ使わない言葉ですね、死ぬ。まあ心は私もギャルだからさ、ところがどっこいは使うの緊張するえ、死ぬは緊張しなくて、ところがどっこいっていうの緊張するか逆やろそんな汗マークまでつけちゃうぐらいかまあそうなんやろな。今日誕生日？ほんとか？おめでとう。ハピバです。その年齢で心がギャルならギャルやろ？噛んでしまったのでギャルではないです、多分。終わりです。16%か。まだいけるっしょ。ありがとういいんで。充電ケーブルって長さどれぐらいの使ってるん？あのね、 iPhone の充電のやつはもうバカ長いのを使ってます。これは口を悪いのが分かって言ってるんですけど、バカ長いです。でもうヘビより長い充電ケーブルを使ってるんですけど、あのね、 iPad 充電してるやつとかは全然短い、もう充電できればいい、タイプ C とか。そう、全然何でもいい、充電できりゃいい。 iPhone 以外は、 iPhone はさ、なんか結構長さがないと不便な時あるから、
アホバカ長いやつを使ってます。言い回しが面白いですねありがとうございます。 iPad ってタイプ C？ いや、あ、タイプ C。 長いと充電遅くなるよ。まあ、遅くてもええんや。ライトニングじゃない、あのタイプ C だよ。14%、 あと3分いけるよね。長いケーブル足引っ掛けない。タイプ CC ってこと？あー、普通の大きい差し込み口とタイプ C ってこと。だからなんて言うんだろう、 AC ですか？あれ AC ってなんかなかったっけ、会社。そういうことちゃうか。AC ジャパン、それや。え？あ、10%になったのかと思った。えって声出ちゃったよ。ガチな声出ちゃったね今。驚きボイス。 AC なら持ってく、ありがとう。ほんと？この活動を支援しています。あるね、 CM か。てかさ、あの全然話変わるけど、撮影会で着ようと思ってる服あるけどさ、なんかそれみんないいね欄見れないんだったもんね。それ引用すればよかった。まあすればいいんだけど、めっちゃ可愛いの買ってないんだけどさまだ発売もしてないし、どっちの色にしようと思って、黒かピンク系だったらさ、どっちの方がいいのかな。でも黒のね、そのワンピースのまだ買うとか決めてないけどさ、そのワンピースのさ黒色のなロングバージョン持ってんの。だから同じになっちゃうんだよね。それ黒色の方さ来週じゃない、今週着ようと思ってるから同じ写真になっちゃうわけ。あのアップとかにするとまあちょっと違うけど、ほぼ同じになっちゃうわけね。だから、まあ、ピンクにしますか、じゃあ早い、何でもなかったです、すいません。一人語りしちゃったよ。何の話ってなってもみんな置いてけぼりだったストーリーズに載せればって。確かにね、載せてないっけ。なんかピンクのさダズリンのやつめっちゃ可愛いの。え、もうこれはでも絶対負けるんだろうな、私は。ネットの戦いに、何時スタートってやつだから、何時販売スタートってやつで、多分店舗には行けないからさ、店舗で買えず、でもネットで負けて買えずメルカリってなってしまうんだよ。あの高額で転売されてるメルカリっていうね。ことで 12% なので終わろうと思います。15分経ったしな。13位の人から読みます。13位、トシさん、12位、タークンさん、11位、マイユルさん、マイコルさん、ごめんなさい、10位、メイさん、9位、白熊さん、8位、みなずきさん、7位、チーさん、6位、いちうまさん、5位、鈴木さん、4位、シャントさん、3位、高幸、2位、サティさん、1位がタカちゃん、カモナイさんでした。おめでとうございます。ありがとうございました。
まあ 12% まで持ってよかったね。早い、減り早いね。はい、ということで宿題チェキ受付中です、販売中です。心込めて落書きするのでぜひお買い求めください。 X の私の X のリンクから飛べると思います。購入してくれたら、報告してくれると嬉しいです。よろしくね。それじゃあバイバーイ。